大相撲の関脇、大の里、24イコール二所の関部屋、が20日、青森県藤崎町役場を訪問した。藤崎町は、大正後期から昭和初期にかけて活躍した元大関、大の里の故郷。自身のしこ名の由来となった、先代、の親族との初対面も果たした。大の里、本名イコール天内万助は1925年、大正14。 初場所から1932年、昭和7初場所まで大関の地位を7年間務め、相撲の神様とも呼ばれた成騎氏。元大関、大の里の兄のひ孫で天内家の東大にあたる天内司さんもこの日、藤崎町役場を訪れた。藤崎町役場に到着して車から降りた大の里は、天内さんを見つけるとすぐに、はじめまして、大の里ですと挨拶して握手。 これまでは大の里がサイン入り手形式紙を送るなどの交流はあったが、実際に会うことは初めてで互いに心待ちにしていたようだった。天内さんは大の里らと役場で歓談した後、元大関、大の里の石碑が建てられている鹿島神社を訪問。反物をもらい、茨城県阿見町の三所の関部屋にも来てくださいと言われた、という。天内さんは、気さくな方ですねと大の里の印象を述べ、 いつもドキドキしながらテレビで見ています立派な横綱目指して頑張ってほしいとエールを送った